番する11番石川海斗、21番里山隆也、22番ジェレミー・ジョン、ナンバーセブンジョシュア・クロフォード、ナンバー21タクミマスク。ジェレミー・ジョーンズが2本ともフリースローを決めて2対2同点に追いついている。マスクのレイアップ、高めに浮かせて決めていった。だから一進一退、ワンポゼッションの展開が多いというところ。張り付いているマーク・バートン、しかしうまいパスだ、クエリに通った。この石川のアシスト光っておりますね。ここまで石川というところでしょう。やはり東京 Z はこの人が入るとゲームメイクが落ち着く。マスコのスリーだー、これで第1クォーター終了。お見事。まずは気持ちよく第2クォータースタート入っていきたいというところですが、スターターは野崎のジャンパー、スリーポイント決めていったという思いもあったそうです。その中で成長していくという久岡。ここは野崎からクエリのアシストが通りました。ちょっと乱れたが大丈夫。そしてデリアのスリーだー、2本連続高木デリアのスリーポイント決めていった。これで逆転に成功東京 Z。 さあ後半戦に入ってスリーにはスリーでお返し。ジェレミー・ジョーンズ20分の12ということで、まあ、60% ですよね。あとここがスティールになった。石川防げない。これで差が広がる。7点差通じて5つですか、ファールが出しているのは。高木のクイックスリー決めていった。さあ F 名古屋は第4クォーター、笹山、クエリ、ジョーンズ、カノ、そして野崎といった第3クォーターの終了と同じメンバー。ジョーンズのスリーポイント、ここも奪った、決めていった。ノエリアという意味で、ベテランの岡田、綿貫といったメンバーに頼らざるを得ないというところもあったんですが、エンドワンダ石川レイアップ。石川ルークへ、そしてルークが切り込んで、まあ、確率は高くはないんですが、今のは意地でねじ込んだといったところでしょう。しかしスリーポイントのお返し、こちらは得意分野ジェレミー・ジョーンズです。過ぎ去るのを待つということになりそうです。1秒、そしてここでタイムアップ、試合終了。最終的には71対56と。